ではもう恒例になりました、古今東西うちのあっぱれの太っちょコンビが、このサンドイッチにしてるこの3人なんと兄弟だったんですよ。浜さん兄弟、でも全然似てないよね。いやいや、でいや似てるよ。いや似てる、いやいや似てる、じゃちはるちゃんとかおりちゃん似てるよ。さあ、それでは行きますから。それでごちゃごちゃ言われたんだ。弟にごちゃごちゃ言われて泣いたの。ごめんその顔やめるよ。さあ、それでは行きますよ。今回は四国らしいもの。四国といえば四国らしいもの。なんだっけ、きびだんご。きびだんご。高松。高松。大体ですけど。境で。境で商業。オリーブ。オリーブ？あ、そうそう、オリーブ。あ、やっぱりさぬき牛ですよ。さぬき牛。さぬき牛。この。香川。香川県。うん。徳島。徳島。福島、そこ、あ、いいか、うん、愛媛、愛媛、ありな、そこ、さあ、屋島、え、屋島、屋島、はい、四国にの中の土地でもいいわ。あ、いいね。あ、何やったっけあるある、あと一つ残ってるやろほら、こっちは香川行ったな、それで徳島行ったな。徳島、徳島、君はなんて言った。愛媛、愛媛、それで、なんて言った香川だよね、あと一つ残ってんだよな、でも。あー、なんだっけ、長崎違うんだよ九州や。え、さあ、ダメよ、教えたらダメ。そこ、今、こっつったな今、こうって言ったこと今、こうって言ったさあ、四国どうぞ。こっちとこって言うの。こっちは魚や、それは面白いね、ジャロ君このお茶面白いでしょ。いいかも、このお茶ね、はい、こう、あ、そう、神戸だ。違うさあ、続いてはこちら、1年生対決、頑張っていきましょうね。さあ、この1年生、今日はもうあっぱれの1年生の方が耐えないからな。虫大丈夫ね、行くよ大丈夫ね、頑張ろうぜ、OK 丸いもの、古今東西、丸いもの。ボール。いいね、はい。顔。顔、丸いが虫、丸いもの。丸いもの。5、4、もうやだ、丸いものも丸のもの、2、あー、わかんない、もういい、頑張れ、もういいって開き直る。え、ボタン、ボタン、いい、虫最後の大逆転、ボタン頑張ったね、頑張った、この顔すごい顔、やったうれしい、うれしいの丸いもの、タイヤ、タイヤ、そう、いい、丸いもの、植木鉢、植木鉢、丸いもの、バスケットボール、バスケットボール、そう、虫、分かった、5、分かった、分かった、4、3、ちっちゃいところ見ちゃった、2、諦めたか、5、4、3、絶対ダメ、2、あれだ、もうなんで頭に起きやがる、頭に来てるか今。さあ、続いてはこのメンバーでお送りします。行きましょう、古今東西、驚くもの。驚くもの、ちょっと待ってよ、驚くもの、驚くもの、変態あの人、コート着てさ、もうやめなさいな、な、さあ、驚くもの、お化け、お化け、そう、驚くもの、キーちゃん、驚く、自分でも驚いてるんだ、君っていいね、驚くもの、お化け屋敷、お化け屋敷、お、驚くもの、この島の広さ、
この島の広さに驚く。よくしっかりしてるね。さあ、驚くもの。ゴキブリが飛んだ時あれ驚くもの。だって学校でこの天井に飛ばないブーンって飛んで、ね、あれゴキブリって下から上に飛ばないんですってね。高いとこからあれムササビみたいな飛び方するらしいですよ、ね、一つ勉強になったでしょ、さあ驚くもの抜き打ちテスト抜き打ちテストかわいいな抜き打ちテスト驚くものあお知らないね一本だけ真っ黒い木が混ざってるすごい驚くよ脱いだ時に黒い毛やったらびっくりするわけなるほど驚くよねそれ驚く最近白髪に凝ってはるからあなたねあなた白髪に凝ってはんねんと思った驚くものヤクザ驚くよね見たら驚くもの飛行機に乗っててガクンって下がったそうエアポケットに入った時驚くよね驚くもの40代だと思ってた人が20代だこれ面白い驚くものさんまさんを見た時じゃあ驚くものあのお母さんがねどうも歩いててねこの靴変だなって言ってたのそしたらね金さんも驚いちゃったんだけどね靴のかかとが全部取れてた両方自分のこと変だねそんな長い話ダメそんなの短いのんで驚くものをパッと人が見て分かるようなやつはい5 4 3 2 1そう出たお母さんこれお母さん言ったらカメラかお母さんごめんなさいよし言われるこれでよし、なんでもおっちゃんあのね、お母さんね、パンツ買ったのでね、それね、縦長だったんだけどねそれ横長に伸ばしちゃったのか、パンツが あんたの負けダメおしまいメギ小学校の生徒たちからのプレゼントは鬼太鼓の演奏この鬼太鼓には島の美しさと島に住む人々の願いが込められているそうでありますしていきます。その中でまあまあ言葉だけでもあ好みかなとかいうのはあるでしょ。特にこの学校は恋愛に奥手ですから、リードしてあげましょう。それではまずは質問どうぞ。はい、千代ちゃん。デートをするならどこがいいですか。デートをするならどこがいいですか。この辺どこがいいデートか。ディズニーランド。あ、行ったことあるの。ディズニーランド案内してあげる。さあ、カズはどこに連れて行ってあげて、女の子景色のいいとこ行くなここでいいわけ、うん、ここでどこ行く、うん、ここの山の上連れて行く男の子から質問はい、サトシ君一緒に、ご飯を食べるんだったら何をおかずにしますか何をおかずにするかおかずあの一緒にご飯食べたらどこ行きますかって分かるけどおかずはないです食べに行くでね家で食べに行くの外に食べに行くのおかず一品料理や定食やさあ、かなちゃんフラン
料理店とかダメなの？勝手に行けドアを。フランス料理。ねえねえ、上と下どっちがいい？お願いって。上。じゃあラーメン屋さん。ちなみに下は？お蕎麦屋さん。変われへんな。選ばすな。ご飯のおかず。だからご飯のおかずやで、キーちゃん。あ、でもラーメンライスってあるな。あ、あるか、あそこ。はい、みさきちゃん。銀座あたりの寿司屋。上寿司屋。ご飯食べて、寿司食べんの。すげえな。ほんま、テレビチャラマの皆さん、お前らみんな敵に回ってるわ。銀座あたりのお寿司屋。バカなこと書いてんねん。はい、エリちゃん。彼が頼んだの一緒に食べる。これや。秋さん何笑ってんの。秋さん起き上がったな。あ、じゃあ秋さんなんか違うよ。すげえ怒ってたんです。違うよ。タイミングは。タイミング。たまたまあったらしいよ。なんでこんな目に遭うんだ。彼が頼むもんなら何でもいいね。鉄板でも食べちゃうよって言っていいね、さあ千代ちゃん、焼肉屋肉がええ。いや、なんでこう2人でね。あ、なるほど。質問。はい、かなちゃん。もしプレゼントを買ってもらうとするでしょ、うん、したらその時高いのね、それは。うん、でも買ってくれるか。高い、何本ぐらい、うん、1万円かなちゃんの高いはすごい高い。ほんな1万円、いや、だいたい1万円、子供やもん、お前なんぼ高いだろ、1万円。1万円のものを買ってあげられますか？貯金あるの？じゃあ5000円は？5000円なら買ってあげる？うわぁ、いいね。5000円買ってあげる？5000円、女の子にプレゼントするの5000円も使うの？えらいね、5000円使う？君ら男らしいな。さすが漁師町。5000使わせる。初めてはっきりしたリアクション出たね。すごい反応。もうリトマス氏なら日本一。さあ、いいですか。それでは一応向こうに見えないようにこのボードを持って番号を書いてください。番号と番号が合えば二人は幸せに。あ、いいですか。はい、書いてくださいよ。さあ、一番のこれは、あ、ケイタ君。ケイタ君は、おお、かなちゃん。一番のケイタ君は一番。さあ、かなちゃんは一番。もういきなり一組目が誕生してみました。さあ、カズナリ3番。カズナリ3番。さあ、ミサキちゃんは2番。やったー。すごいね。さあ、3番。もう失恋。3番、なるほど。さあ、キーちゃんは誰を選んだのか見てみましょうか。キーちゃん、この中だったらキーちゃん、まずね。はいよ。2番だってね、こうやって選んだよ。かわいいの、顔で。いや、そりゃそうだ。そんなこと言ったら、後が惨めになるやな。さあ、アキーさん、エリちゃんは誰を選んだのか。大丈夫。1番だったろ。モテモテ。アキーさん。モテしてる。モテしてる。あ、はい、1番のこれ。1221。さあ、こっちは何番？あ、これ彼は見せた？見せてないよね。どっちや？
こっちが君汚いな、二つの間汚いな。それ臨機応変に合わそう思ったわけ。そう、ナイス手口ナイス手口。2番と3番書いてたんですさあ、5番と5番は残っていくさあ、5番と5番一斉に行きましょうか。一斉にどうぞ。5番。3番。あら、美咲ちゃん、美咲ちゃん、モテモテやね。いや、これね、俺の勘やけど、美咲ちゃん、ここ引っ越してくんね。もうここしか残ってないよ、まあと。さあ、それでは1番と1番、握手。1番と1番、握手。ね、握手、歌って。今日はモテモテでした。はい、恥ずない。いいね。まあ、美咲ちゃんから手を出して。いやー。照れるもんですね。もうね、用意してくれたから、みんなでついて、食べて、お別れするということだからね。どうもいろいろ、今回、おいしい作りまで休憩時間にありがとうございます。いいですね、その頭。いいですね。行きましょうか。バイオリン、初めて餅をつく。1回。はい、もう1回。2回、そう。1回、やっぱ違うね。お、同じ1年生でもこうも違う。虫、虫、せーの。いや、いいね。いや、いいね。1回、未来がつく餅。よし、未来の餅ってないよね。年末はみんなつくんですか、家で。あ、東京とやっぱ違う。いいね、うまいね。腰がいいね、腰がね、おばあちゃん。やっぱりね、腰の時は違いますな。餅は腰でつけますもんね。笑ってるで、おい。1回、笑ってる。2回、いいね。いい、とどめがいいね。とどめが、これどうですか、今の良かったですか、おばあちゃん。今の餅つき方は良かったですか。危なかったわ。危なかったわ。餅つき評論家の、梅さんに来ていただいております。うるさいな、また初めてでしょ、餅つくの。かわいい。いいね。よいしょ、せーの。よいしょ、よいしょ、よいしょ、せーの、よいしょ、よいしょ、いいね、いいね、いいね。スナップが効いていいですね、今のはいいですね。どうですか、リュウドウさん、リュウドウさん最高。よいしょ、よいしょ、アキラいけるね、アキラ。親子星、感動の一場面で、これ永久保存満ですよ、このカズのお父さん。せーの、おー、いい、一回、せーの、真ん中。よいしょ、さあ3回目。よいしょ、いいね。危ないよ、振るな。1回、危ない、前危ない、カメラマン怖いでしょ。危ない言うてる、お前は。なんでそんな無茶すんねん、お前。お前ちゃん、今のはちょっと邪道ですか。まあ、危ないな。危ないな、そうそう。さんまさんかとついで、やっぱりね、がつくあんから腰を、こうですよ、おばあちゃん。見てもらえんでしたよ、今。出た、かわいいベイビー、はいはい、おばあちゃん。出たよ、おい。また出たよ、おい。本当に三兄弟、腰で打つ。いいね。おー、どうぞ、そうぞ、ゆうた、そうぞ。今、ゆうたのリズムがいいんですね。どうですか、宇崎さん、宇崎リード。最高やね。あんた、さっきから最高やね、バカやね。危ないよ。危ないよ。あ、弟でっか、カズノ。あ、それで応援してたんか、さっき。お前、元気やな、お前もな。ちょっとうるさかったぞ。まだ元気あるよ。元気は、もういいよ、元気。これでな、サンマ油拭いたのって余計なこと言わないよ。まだ食べない。さあ、行こう。一回、ひろいちゃん。2回、恋多き女、かおりちゃん、ごめんなさい。なんか違う島の、ね、中学生が好きみたいなんですよ。前に飛ばしたよ。ごめんなさい、反対や、それ。本当に、まあ、
この島の女強いでんな。強いですね。強いですか、やっぱり。ラオちゃん、かわいいし。おい、ほんまの力出してないんじゃないの、ひょっとして。ちょっと、彼氏が見に来てるんじゃないの。やめなさいって言ってた。やめなさいって言ってた。さあ、出来たての餅美味しいぞ。あ、みんなもやってくれるのか。似顔絵をね、描いてくれたのよ、この前に。それを一人ずつに渡してくれますから。虫くんを描いてくれたの、こう。虫くんどう、虫、感想。嬉しい。バイオリンくんを描いてくれ。バイオリンくんの絵はこれです。うまいこと描いてくれ。もうバイオリン雰囲気出とるぞ、これ。バイオリンくん、どう。こっち、ナオミちゃん、いいね。感想。うれしい。こんなこんなんだよ。いいね。彩子ちゃん、すっごい鼻出来上がったね、これまた。ね、すっごいよ、これ。これはうまいね。アキーさん、見てみろ。これはうまいよ。うれしい。ね、あ、これもうまい、うまい。おお、これ福永や、これ。よかったな、福永。これ福永や。ショックか。さあ、かなちゃんと書いてくれたのは、これお母さんに似てるわ、これ。そういや、ねえ、え、かなちゃん一言。ありがとう。さっくん、さっくんがりょうくん書いてくれました。これはちゃうぞ、これ。これは校長先生に近いね、これは。これはちゃうぞ、これは。これ、あ、キイちゃん描いてくれたの。カズさん、キイちゃんの見せてください。あ、これかわいいよ、キイちゃん。これのはいいよね、これ。キイちゃんどう。嬉しい。ね、見てよ。じゃあ、これ見てよ。だから、この顔見てって言ってるの、自分で手に取って。ほら、顔見て。あら、これは浜の長女。なあ、これ似てるけど、あんまりはっきり似てるだけショックやろ。ひろいちゃんが描いてる。ひろいちゃん。でも、これなんか外人の男みたいな。あ、ひろいちゃん二人も描いてくれた。そっか。これは可愛い。おい、あゆみちゃん怒った方がいいわ。同じ人が描いて全然作り違うもん、これ。これは怒った方がいいわ。内山、さあ、どうぞ。これはうまいぞ。これはうまいよ、内山。なあ、ひろいちゃんとめぐみちゃんで描いていただいたの。はい、どうぞ。そうだよ。何が。何のお前、バッタみたいな顔してるね。どうもありがとうございました。すいません。どうもありがとうございました。みんなも一斉にせーの、ありがとうございました。そのお礼にまた記念樹を植えさせてもらおう。さくらんぼ、さくらんぼの木を、植えさせていただきます。ありがとうございます。土を入れてちゃんと早く、あ、置いて置いて、絵は置いて。さくらんぼの木を裏でパンパンパン。何
そうそうそう。いい。さあ、記念にしよう。はい、どうもありがとうございました。